キスマイ千賀県営、キンプリは、尊敬するグループ、今後の活動にエール。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キスマイフとニノ千賀県営が20日、インスタグラムでライブ配信を実施、後輩グループであるキング、リンチェプリンスに2を言い語る場面があったタップ。菱形千賀県営、 キング、リンチェとの思い出解雇解雇5月22日をもって、平野志洋、岸優太・神宮寺優太の3人が脱退し、CD デビュー5周年記念日である5月23日からは長瀬角、高橋海斗、米印、うは正式には、はしごだか、の2人で活動していくキング、リンチェプリンス。 千賀は19日に同グループがテレビ朝日系ミュージックステーション2時間スペシャル夜8時からに出演していたことを話題に上げ、俺大好きだったからさ、キンプリとしみじみと切り出した。そして自身と同じく地元が名古屋である平野とは名古屋で同じダンススクールに通ったりもしたと話し、 当時は互いに知らなかったものの、ジャニーズに入ってから答え合わせができた、と解雇。平野、長瀬、高橋は舞台、ドリームボーイズ、で共演していたことから、アマは仲良いしね。角とかも一緒に舞台やって、たし、と振り返った。岸形千賀県営、キング、リンチェを絶賛絶賛。その後、スタッフから20日放送の NHK 総合、メニュー101、にてキング、 リンチェプリンス5人体制で最後のパフォーマンスをすると聞くとみよっちょ。と声を上げた、センガ。同グループのデビュー曲、シンデレラガール、お口ずさみ、俺ね、カラオケで結構歌うの、キンプリ、結構好きなの、と打ち明け、マジダンスうまいよね。あれは努力の賜物です。ダンスも歌も本当にうまくて、尊敬するグループ、と絶賛していた。 さらに、絵を得意とする高橋が以前に、絵を何か形にしたい、と話していたことから、絵もうまいし、才能がある子だと思うから頑張ってほしいよね、と、今後の活動にレール。いつか個展やったら見に行きたいなと思ってますと伝えていた。モデルプリス編集部、ノットスポンソード記事、モデルプリス。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。